よし、じゃあ、親父の部屋、探索すっか。ね、これ。スノードーム、ここにもあるじゃん。ロサンゼルス。毎回動き同じだけど、かわいいな。大雪だ。で、他は、ファイル。フランクの情フランク報？のファイル。すっげえ気になるけど、今はレイチェルの母親が先いや、だ。俺、これ気になるよ。先見てよ。何者かとかちゃんと知っとかないと。ベストパパ賞。これ作ったんかな、レイチェルベストパパ賞？審査員にいくら払ったんだ？なんか落ちたな、今。な、入ってんぞ。あ、外れた。鍵お。か。ってことは、どっかになんか隠してるな。ドリューから。あ、マイキーと遊んでくれてありがとう。楽しかったよ。そっちの事情は知らないけど、幸運を祈る。気をつけて。みんなもそう言ってる。ありがとう。マイキーがクロエなら何だってできるって。だといいな。事件報告書見よ町のチンピラどもか。う。こいつ一番最初に絡んできたやつじゃん。普通に見てえけど、なんだこれだけか。町のチンピラどもか。フランクも最初のヤンキーみたいなのもいるな。あ、T シャツ売ってたやつじゃない、これ。こいつも悪か。引き出し、開けよう。って今度なんか、何これ。なんだこれ。見よパソコンとかその辺のファイルを調べてみるか。う。でもこれなんか重要な事件のあの参考書類というか、証拠品とかだったら、絶対触っちゃいけないからな。まあ、いや、もうそんなこと気にするクロエ様じゃないからな。あと、この鍵どこで使うんだろうな。なんか昔ロズウェルでこういう鍵をこういう引き出しから手に入れて、なんかそのまま荒野に旅立っていくっていうのがあったけど。部屋中を探すしかない。あ、そう、ロズウェルだったらね、引き出しにあったな、鍵が。これは当たりか？何これ？新しい靴？靴の箱の中に入ってるのは靴ではない。何これ？携帯と手紙？全部セラからうのわっ！手紙。ジェームズはレイチェルに渡してない。ひどすぎる。でも レイチェル、私はセラと言います。あなたの生みの母親です。まずあなたに伝えておきたいの、あなたを手放してしまったことが私の人生で一番の過ちだったこと。当時私はあることと戦っていた。今も戦い続けている。でもその戦いは私から全てを奪った。何より大事なのはあなたさえも、だけど、どう、えーと、だけどようやく私はあなたの人生に関われると確信を持てるとこまでやってきた。私には過ぎた望みだとは分かっているけど、あなたさえ良ければ挑戦させてほしい。それは何？会いたいってこと？それともなんか普通に暮らしたいってこと？暮らしたいは無理だろ。時間がかかっても言いたいことや知りたいことがあるなら何でも教えてほしい。あなたと話せることは最高に幸せなの。あなたを愛しています。近いうちに会えることを願って、愛を込めてセラ。はい。愛するレイチェル、また連絡して厚かましいと思われるかもしれないかしら。思われないかしらか。あなたから頼りの頼りをずっと待っています。でも焦らなくていい。本当にただあなたと過ごせなかった時間を取り戻したい。まあ、セラはその手紙届いてると思って書き続けてるわけだ。素敵なレイチェル、同じ川に二度入ることはできないってフォーチュンクッキーか何かに書いてあった。でもなんかセラあんまその博学な感じはないな、手紙から見ても。
この手紙を読む限り、昨日ジェームズが言ってたような人とは思えないけどな。どうなん、ジェームズ、レイチェルについて話したくない気持ちわかる。でもどうするか彼女が決めることだと思わない？私がこの1年やってきたことを見てくれればきっとわかる。レイチェルの人生に関わる準備ができたということを。リハビリ施設に入ったし、治療もしてる。お金や援助はもう必要ない。きっと彼女にいい影響を与えられると思う。できれば会って話したいからアルカディアベイに向かうわ。どれだけ私が変わったか見てほしい。まだ私に対する思いが少しでも残ってるなら、私が変わったことを証明するチャンスをちょうだい。できればレイチェルにも見せてあげたい。あなたは私にとって生涯の恋人だった。どうかこの機会を私から取り上げないで、セラ。レイチェルがなんか賢いな。でも母親譲りじゃない感じがすんな。なこれ、コスターマン・シャピロ家族法。でもどうなんだろうな。なんかお母さんにっぽい感じするけどな。アンバーさん、私はリーチ・ランバーの、なんとか母親であるセラ・ギアハートの代理人を務めるものです。セラの、これね、読み方マジで覚えた方がいいわ。である、リーチ・ランバーは、看護権を求めるためご連絡いたしました。オレゴン州の法律では未成年者の保護者に対し、子供と連絡が取りたいと親から請願があった際には、誠意を持って、答えなければならないと定められている点にご留意ください。クライアントに代わり、貴殿には、ね、クライアントに代わり、貴殿にはセラギアハートとレイチェル・アンバーの面会を不当に拒否する行為を止めるよう強く求めます。ああ、なるほどね。弁護士から来たわけね。で、貴殿は今後も面会を拒否し続けた場合、オレゴン州家族法法令 424B のもと、ティラムーク軍家族サービスによって、ティラムーク軍家族サービスによって訴訟が申し立てられるとの通知を受けています。この書面は本件に関しての最終通告です。警部ケビン・G・シャピロ。はい、セラ、ジェームズから届いた小切手監禁するのやめてる。ジェームズはそんなこと言ってなかったぞ。ん？向こうジェームズ・アンバーブラックフライヤー一十3000、マジで毎月30万もやってたの。監禁やめてた、これいつからだ。2010年。だからもうあなたのお金はなくても大丈夫ですという感じで送り返してたのか。で、あと携帯、待って、携帯全部セラから、セラ、ジェームズから届いた小切手監禁するのやめてる。ジェームズはそんなこと言ってなかったぞ。携帯電話を見たいんだけど、携帯電話取れない。あった。いや、携帯判定マジシビアっしょ。秘密の携帯、誰とこそこそ話してんだ。セラのことかな。うん、娘、何これ、ちょっと待って、一応最初から読む。私の問題解決に手を貸してくれそうだな。ついに一線を越えるか話そう。何や、すげえ怪しいんだけど。今夜電話する。お前の探しているやつを見つけた。15分後に連絡する。で、これはボランティアじゃない。前に話した件を実行してもらおう。できない。できるさ。あの女と話したが随分おしゃべりだな。一筋縄ではいかなそうだ。直接手を下すしかないかもな。彼女を傷つけるな。大丈夫だ。優秀な部下に任せた。娘の具合はどうだ。先に襲ってきたのはあの子だぞ。行儀というものを教えてやった方がいい。ああ、これもう絶対あれじゃん。デイモンじゃん。無視するか。無視か。この、もうこの件はなかったことにするか。なんだよ。親父悪いやつなの。うん、てかもうじゃないと、デイモンと何ぐらいつるんでんの。ジェームズとデイモン・メリックがグル？
マジかよ。これ何の話だよ本当に。これ何の話だ。デーモンの言ってる女ってセラか。わかんないけど、デーモンはセラの居場所を知ってるかもしれない。どうやって聞き出せばいい。鍵のかかった引き出しの中に携帯。そうだな。でも一応娘傷つけられてるから、ただじゃ置かないと。セラはどこだ。まあ悪人同士だったらね、こっちよりもこっちの方がいいんじゃないか。ああなるほどね、証拠になっちゃうからな。簡単な話だ。俺の欲求を飲むか、お前の小さな問題が大きな問題に発展するかだ。で、証拠品はちゃんと処分したんだろうな。なるほどね。そういうことね。わかりましたよ。証拠品なんて言おう。片付けたぜでいいやん。慣れてねえのわかるが、物事には順序ってもんがある。まずは証拠を見せろ。お前の欲求はその後だ。証拠品ってここにあんのかな。写真送らない限りセラの居場所は聞き出せそう。いやマジでもそのあなたには過ぎる事件でしょこれは扱うのは。何入ってんの。酒と落書きか。また落書きはね、とりあえずトロフィーもらえるからね、やりどく。すげえな、よそ見しながら書いてたの。え、これ字幕ついてほしいな。なんて書いてあるんだろう。シークレットポーズ。やめ、読めねえわ。ちやほやされんのもケンジの仕事のうちってか。公正かつ道徳的な司法行政における貴殿の高潔さ誠実さ、貢献を称えてこれを送る。これがこれどうやって遊ぶんだよ。こんなもんもらってパソコン使おう。レイチェルをセラから守りたかったとしても、これはさすがにひどすぎないか。え、ないない、ごめん読んでなかった。レイチェルの母親がジェームズに送ったメールだ。レイチェルをセラから守りたかったとしても、これはさすがにひどすぎないか。ジェームズもうやめて、公園でもう私をレイチェルの人生に関わらせるつもりはないって言われて、もちろん怒りは感じた。でもあなたがあの子を守りたいということも理解している。親としてあなたの使命だもの。でもあんな男をよこして分からせるだなんてひどい、脅迫だわ、モラルに欠けた行為を。そんな検事に、検事が取るような行動じゃないわ。有権者はどう思うでしょうね。私には娘に会う権利がある。弁護士もそう言ってる。でも何より重要なのは、レイチェルには誰が母親なのか知る権利があるってことよ。真実を知る権利がね。よく考えてセラ。もう早くだからデイモンにあれ送っちまおうぜ、証拠品。シェルドンって、シェルドン、どっかで聞いた名前だな。シェルドンパイク、シェルドンいたね、序盤の方にいたね。証拠、くそ、証拠品ってどれのことだ。適当に写真撮って送ってみるしかないのか。どの事件の証拠品だよ。この部屋調べればその事件のことわかるかな。なるほど。町のチンピラどもか。あ、情報出してよ。ファイル。でもこれはもう見れないしな。フランクの情報、すっげえ気になるけど、今はレイチェルの母親が先だ。うん、そのどの事件のとか分かんなかったら進まないよね。あ、これじゃない？はい、アルカディアビル警察で報告者アレックス・ケラー巡査部長で、あ、そのデーモン・メリックの事件、これだ。でもでけえな。で、罪名、凶器による、すいません、凶器による加重暴行で、メリックは被害者と口論の末、皮下規模を振り回し、
被害者の頭を複数回殴打、その後現場から逃走、メディックが着用していた手袋は回収され、現在証拠として保管されている。なるほどね。で、午後10時21分に911に電話があって、警察が救命士と現場に到着。被害者は病院に運ばれた。現場に居合わせた匿名の人物がデーモンメディックを加害者で開けた。なるほど。手袋か。でも、その犯罪に加担してしまうんだが、どうしよう。手袋。これでもパパなんて言うんだろうな、実際裁判の時に。証拠物件はなくなりましたっていうの。これで OK？ でもどうやって。やりすぎだぞお前マジで。手袋を始末するって燃やせばいいってことか。ガチで燃やすのな。燃やしたっていうのでいいんじゃないの。ここでやんの。しかもなんかこの木のゴミ箱で。これに火つけたらゴミ箱ごといくぞ。あーもういいや。もうこうなったらレイチェルを止めることはできない。レイチェルじゃない、クロイを止めることはできない。はい、いやこういうとこに選択肢がないのすごいゲームだよな。俺絶対これ躊躇するわ。そして木のゴミ箱に入れるのよ。窓開けて閉める。やべ、窓には触んない方がいいな。え、もう遅くない？知らねえよつうか、マジこいつ。くそ。あーこれはね、ちょっとその鎌かけてやるか。知らねえしな、お遊びは悪いな。心当たりわかるでね。くそ、ダメか。くそ、誰がデイモンのことチクったか、どっかに情報あるかな。もうこれもう超高確率でフランクじゃん。デイモンの手下にタレコミ屋がいるってことだよな。この部屋に何か情報がないか調べてみよう。わ、絶対俺ここだと思うわ。デイモンを売るとかありえないな。前科は不退去罪だけか、しょぼ。不退去の疑いで2006年アルカディア米警察に拘留。薬物売買の起訴は証拠不十分により取り下げ。年齢書いてないな、フランク。あ、こいつか。こいつ工場で絡んできたやつだ。ああ協力的。あ、なるほどね。知ったらなんて言うかね。いえ、協力的って書いてある。ああな、保護観察者のコメント非常に協力的、チェックインミスなし。じゃあこいつかな。こいつがまあどうなるかずっとその悪いなって思うけど、どれだっけ。あ、これか。こいつ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 がいいんだけど、じゃ、告発したいのはこいつなんだけど。町のチンピラどもか。どうしよう、適当に選ぶわけにもいかないし、慎重にならないと。これミスったらどうなんだろうな。え、絶対シェルドンだよね。金を持ってる証拠見せろ、その後待ち合わせ場所を教える。もう何をやり取りしてんの。金
金ってなんだよ。いくらだよ。いや本当いくらだか気になるよね。前に言っただろみたいになるだろうけど。は？盗むわけないでしょ。ここのパパこんだけ金持ってんのにお前みたいななんかチンピラから。その金もう用意してあんだよな。あるとしたらどこだ。おがくず。この後ここに何かを隠したのか。調べる。わかりやすくてよかった。手突っ込んでなんか出して。うわいいね、すげえかわいい。めっちゃあるし。マジかよ。5万ドルはあるな。あの緑のピーマンを捕まえたやつには5万ドルやる。ええ工場にいるのか。あの野郎何する気だ。彼女はせん、まあ、言うだけ無駄だけどな。おじ気づいたか。これだから素人は玄関口にこいつの死体を置いてってもいいぜ。いいから金を持ってこい。話はそれからだ。あマジモンのヤンキーじゃねえかな。ジェームズあんた何やってんだよ。いやもう、いやお前も本当に何やってんだよ。まだ時間はあるよな。デイモンは金を手に入れるまでセラには何もしないと思うけど。よく自分一人でこれ背負い込めるな。そう急がなきゃやばい。クロエは？うわーもう早く全部教えてくれ。クロエ。あちげえお前かよ。なんでいいんだよ。なんでいるんだよ。いやこいつ待って、こっちのセリフだ。レイチェルの家だぞ。いや全然こっちのセリフになってないけど。こいつつけてきたのか。だとしたら出てくるの遅すぎだろ。つけてきたのか。レイつけてきたのか。病院からつけてきたの。そうだよ、様子が変だったから。ああ何が。そっちこそどうかしてるだろう。普通じゃないぞ。待って、それは金です。おいおいおい、いやお前勝手に触んなよ。頼むから首突っ込まないでくれ。強盗しようとしてると思われてる。なんだよそれ。なあ一体どうなってるんだ。ほっといてくれ。いやいや、なんでだよ。ああちゃんと説明してくれよ。あでもこいつ普通のやつっぽいな。一刻を争うこと、ここにいられると困る。レイチェルの母親の、もうこれ素直に言った方がいいんじゃない。こいつ多分そんな悪いやつじゃない気がしてきたぞ。詳しくは言えないけど、レイチェルの親のことだ。海の母親だからって、うんうん、ケンジの家に不法侵入していいのかよ。いや全然ダメだよね。それにしかもそれどころじゃないし。理由がある。ちゃんと。君はレイチェルに騙されてるんだ。ああ。あいつの本性に気づけよ。お前なかなか勘いいね。頼むからほっといてくれ。ダメだ。ああ今日は言わせてもらう。こいつマジでまともなやつじゃん。レイチェルのせいで災難続きだろ。分かったようなこと言うな。ライブの夜のこと覚えてるか。喧嘩に巻き込まれて。見てたの違うよね。巻き込まれてはないんじゃない。レイチェルは助けてくれた。ああ適当なこと言うな。君がそう思ってるだけだ。ああ違う、そういう言い方するとまるでレイチェルが。次の日は二人で授業をサボって。ああなぜか彼女はお咎めなし。そして君は停学。まあ、いや違う、もう私をかばって。こいつもあれだな、なんかあのレイチェルと同じ感じの、全てを知ってる感じのやつだな。
どうしよう。それは違う。レイチェルは私をかばってくれた。形だけじゃないの？うるせえよ。何がわかんの？しかも嫌がる君を無理やり舞台に引っ張り上げて。そうだね。いい加減にしろよ。いや、あのこいつの言うことちょっと黙れ。耳傾けた方がいい。ずっと黙ってた。うん。いいか、レイチェルは女優なんだ。うん。舞台から降りても仮面をかぶってる。マジで分かってんのお前。君は違う。レイチェルに操られちゃダメだ。すげえこいつ。エリオット、それは誤解だ。全部自分の意思でやってて。そう？考えてみなよ。ああ。学校にも行かず、犯罪者とつるんで不法侵入まで。いやだね、それちょっと煽りになっちゃうから、もうちょっと順序をやるわ。一歩間違ったら、君が刺されてたかもしれないんだ。そんなことになったら。黙って抱きしめろお前は。待って、ストーカーから心配かけて。まあ、俺はこっち言いたいよね。でももう黒左言いそうだよな。今黒聞く耳持ってるかな。こいつの株価今もう急上昇なんだけど。その悪かった、心配かけたよ、うん、君は分かってない。いや多分本当に分かってないと思う。エリオット、僕は君が大事なんだ。でも、うん、レイチェルはそう思ってないんだって。そう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 。何が言いたいんだよ。僕をないがしろにするな。うん。レイチェルにはもう構うな。あ、でもちょっとね、最高ストーカー感出てきたな。こいつもこいつでやべえな。レイチェルもこいつもやべえな。俺シアトル来てよ。頼む、エリオット。落ち着いてくれ。なんで分かってくれ。おお、すごいすごい。君のためなんだ。助けを呼ぶ。必殺爆徳チャレンジだろ。やばい。でもこいつあの5万ドルの金見て全然揺らいでねえあたりやべえ。気づかれないように警察呼ぶしかない。僕がクロエを支えたんだ。ああ。マックスもお父さんもいなくなった時、僕だけが。とことん話し合おう。僕の言うことを分かってもらえるまで返さないからな。あ？分かったよ。話し合おう。でもここに警察来られても金とかも。いいよ。ここで何してた？話してくれ。あ、警察にバレないようにうまいこと言うと。あ！分かった。話すよ。でもここはケンジの家だ。戻ってくる前に出ないとまずいと思う。うん。平気だ。レイチェルと病院にいる。当分帰ってこない。自分が何をしてるのか分かってるのか？レイチェルは危険だ。伝わってるな。危機が迫ってる。ああ、これ軟禁してるのはあんただろ。うん、今監禁されてるよ。この街の検事、ジェームズ・アンバーの家でさ。ダメ？いや、ダメだ。こいつ賢いわ。一瞬で気づきやがった。なんか変だな。どうかした？は？別に。いや、これバックトークじゃねえ、難しすぎねえ。ダメだ、こっちの都合のいいようにキャラクター。うわ、お前のためにやってるのに。いや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 、もうやめろやめろやめろ。レイチェルのためなら何でもありかよ。目を覚ませ。うん、ちげえし、バカかよ。じゃあこの場限りでなんかぬるいこと言って。逃げないのか？すぐに警察が来るぞ。ああ、お前逃げろ。
いやーやっべえ、マジむずい、爆徳チャレンジ。なんかもっと一貫性あんのかな、言葉に対して。うわ、ぶね。まるで別世界だ。レイチェルの怒りが爆発したせいでジェームズはレイチェルを騙してた。今だって騙してる。マジこの世界に嫌気さしそう。完璧な父親なんていないよ。怖いよお前本当に。していいことと悪いことがある。パパだってクロエを守るためなら何でもしたさ。なるほど。ねえパパ。ん？私に嘘ついたことある？それたくさんあるんじゃないか。ママにあげた手作りの灰皿を褒めてくれた時とかじゃなくてさ。なるほど。もっとその大きな嘘をついたこと。私が傷つくようなこと。どう思う？うん、これ右だと思うけどな。でもウィリアムぐらいの成人君子はどうなんだろうな。誰だって嘘つくと思う。誰だって嘘をつくことはあると思う。私もママに隠してることいっぱいあるし、だからパパにもあったと思う。パパを嫌いになるか？ならないな。いや、どうだろうな。どんな嘘かによるってのが俺の正直なとこだけど。ならないよ。どうしてそう言い切れる？ママがデイビッドを好きになるとは思ってなかっただろ。どうする？質問の答え本当に聞きたいかい？聞きてえな。聞かせてよ。残念だが無理だ、うん、パパは死んじゃってるからね。生きてるうちに聞きたかったな。生きてるうちに聞きたかった。パパとの関係にひびが入ってんのかい？いなくなるよりよっぽどマシだよ。ダメ。曲を決めるのは私だから。レイチェルのためにデイモンのとこ乗り込むとか正気か？やばいだろ。クソやばい。パパがいてよかった。消えてほしくないのか？いや、付き合ってよパパに。見ててほしい私の本気をね。何する気だ？